8月29日水曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて178円33銭安い 22,479 円05銭でした。日経平均続落となっています。トピックスが 13.47 ポイント安の 1555.65 でした。東証一部全体の4分の3にあたる1652銘柄が下落、上昇したのは全体の2割程度436銘柄ということで、東証一部売り物先行でした。新興市場も弱く、マザーズ指数が 18.18 ポイント安 1.8% の下落、日経ジャスダック平均株価は5円と2銭高ということで 0.1% の上昇でした。ジャスダック平均以外は東証一部、日経平均、トピックス、そしてマザーズ指数それぞれが下げています。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均株価は2万3000円どころでの持ち合い、2万3000円手前での足踏み続いてきたんですが、このところやや明確に下押しされているような印象のチャートとなっています。今日は2万と2400円台ですので、2万2500円の節目を割り込んでの前引けとなりました。アメリカ、日本、その他でコロナの感染者が増えているといったところで、なかなか上には買い上がれないようです。そして今週 FOMC ですとかアメリカの GDP といった重要なイベントがありますので、このあたり今から売り方も買い方もなかなか片方に極端にポジションを振り分けるということはできないようです。こうした中で個別銘柄の値動きでありますけども、まず7751のキヤノンを見てみましょう。キヤノンは今日は大幅な続落となっています。窓を開けて大きく売られていまして、長めの陰線を引いています。午前中の段階では 13% 近い下落でありました。こちらは株式分割などを考慮して実質的に考えますと1999年以来ということですから、21年ぶりの安値圏に沈んでいます。昨日、キヤノンは12月期決算企業でありますから、昨日第2四半期までの累計、つまり上期の決算発表を行っています。こちらが利益が大きく削がれて8割の最終減益で着地しています。コロナでオフィスが閉鎖されているということで複合機の販売が伸び悩んだということであります。そしてこれまで未定としていた通期見通しも発表していますが、総じてネガティブに取られて売り込まれています。他方、8035東京エレクトロンであります。ソフトバンクですとかファストリと並ぶ東証一部、特に日経平均への寄与が大きい主力銘柄でありますけれども、東京エレクトロンはなんとか値を保って午前の取引を終えています。こちら3月期決算企業なので、昨日第1クォーターの決算発表を行っています。半導体製造装置の販売が伸びていて、こちらは前年の同期に比べて増収増益で着地したということであります。5G 需要がもともとあったところに、この巣ごもりですとかテレワーク時代を、コロナの影響で本格的に迎えそうだと、こうしたことから、足元半導体関連株買われていますけども、決算も相まって今日は値持ちがいいというのがエレクトロンの午前中の動きでした。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。